南へ歩けば北に抜ける左へ走れば右に続く前北都のえ、それは知らなかったジャーナル、今日は
リトルクリーチャーズの青柳さんと田中俊則さん、そしあ俊則監督、よろしくお願いします。そしてビビアン、よろしくお願いします。ビビアン佐藤さんをお招きしております。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お話を聞いていきたいと思うんですけれども、あの美術家のドラァグクイーンのビビアン佐藤さん、この間一緒に金沢の太田農場という有機無農薬でお米を作っているところに一緒に行ったんですけれども、はい、あのいろんなことに造詣の深い美術家のビビアン佐藤さんなんですが、今日はそのお友達の、監督と音楽家リトルクリーチャーズの青柳拓二さん、カマアイナというバンドというか活動もされてますし、うん、ホホサイツカペレっていう、はい、活動もされてます、うん、で映画を撮られて、今度その響き合う世界という映画なんですけど、はい、それの監督が田中俊則監督ということで、まあ、どんな映画かっていうのをビビアンさんに、はい、あのちょっと紹介していただこうと思うんですけれど、はいはい、ですね、私この映画の、まあ、ちょっと宣伝のお手伝いをさせていただいてるんですけれども、あの実は制作には全く関わってなくて、うん、あの映画がもう完全に完成してから、関わることになってなりました。でなぜ私が関わることになったかといいます と、私その数年前から尾道の観光大使っていうものをやっていて、その田中監督は尾道在住なんですね。それであの知り合ったということが、最初の、まあ、関わることのきっかけです。今日も尾道から。そうです、はい、そうです。でその田中監督は、実はこう長編映画が2本目 で、はい、で1本目はその、まあ、金沢あじゃなくてあの尾道在住のですね、レイコードっていう、まあ、ちょっと変わった一風変わったレコード屋さんがありましてレイコード、まあ、ものすごいこうミュージシャンたちに、うん、あの愛されていて、青柳さんもよくご存じですね。はい、はい、まあ、その変わったあのレコード屋の店主さんがいて、はい、その人が実は例えば震災の後に日本全国から その、まあ、そこの家をね、尾道で家を提供したりとかですね、いろんなそういった社会活動をしている。でそれを、田中監督が追ってドキュメンタリーで撮ってたんですね。でずっと撮っていくと、まあ、広島県ということもあって、そういった被爆の方とかそういった方へ の、 その、まあ、支援というか活動も、彼はしているわけなんですね。でそういったドキュメンタリーがありました。で、この響き合う世界というのは去年完成した、あそうですね、スーパーローカルヒーロー、はい、かわいい字、うん、はい、という映画です。これがそのレイコードのね、店主さんの、ドキュメンタリーになったわけですけども、その次の響き合う世界というのは2019年去年完成した作品で、全く毛色の違う作品なんですね。で内容もそうだし、その撮り方も全然違う。でシネマ尾道といって尾道にある映画館がありまして、はい、そこが全面協力、まあ、全面というか協力して、応援しているわけですけども、そのみんなその尾道の人たちはあまりにも前回の作品と違うので、結構懸念というか、うん、心配してたんですね。だけど私は笑ってらっしゃいますけど、すごい心配してたね。知らなかった。それはあんま知らなかった。そう、すごい心配してたんですよ。だけど私はこの作品を見て、むしろこちらの方が現代性もあって、うん、とてもこうユニバーサルというか、世界的なこう問題意識であったり撮り方をしてるなと思ってて、私はすごくしっくりきたんですね。うんうん、でもこれはぜひ東京でもね公開した方がいいし、もっといろいろやった方がいいということで、うん、お手伝いをすることになりました。うん、そうだったんですか。いつ頃から関わられたんですか、そういう意味じゃ。まあ、去年ぐらいですか。そうですね、完成試写会に来ていただいて、うん、あ、そうかそうか、その時去年の11月ぐらいかな。そうです、はい、それでね、その、まあ、その前作のスーパーローカルヒーローの時に青柳さんが
関わられてて、はい、音楽をやりました、ね、あ、そうだったんですか。でその時にその、まあ、田中さんが青柳さんの活動に、ね、すごく興味を持って、うん、で青柳さんってリトルクリーチャーズっていうそのバンドもしてますけども、うん、それとは別にこうライフワークとしてね、サークルボイスというちょっと一風変わったような、なんかそういった、うん、音というか音楽に関するものすごいこうなんていうんでしょうかね、こう根源的な実験的ななんかワークショップをやっていて、でそれにその田中監督が感銘を受けてっていうかね、興味を持って、で今回、作られたという作品になってます。田中監督に質問なんですけど、うん、はい、最初にそのサークルボイスに参加されたのは、はい、どこでいつ頃だったんでしょうか。最初に参加したのはおそらく2014年の夏に鹿児島で、うん、なんてイベントでしたっけ、グッドネイバーズジャンボリーかな。そうです、グッドネイバーズジャンボリーっていう、うん、イベントがあって、うん、そこで広い、もしかしてあ、ごめん、いえいえどうぞお先に、はい、で僕はそこで初めてまあ、撮影という形で参加して、うんうん、実際に僕がサークルボイスの中に入ってやったわけではないので、うん、初めて参加したわけではないんですけど、でもそれを、まあ、外からこう見て聞いて、すごくこうそれでもすごく感動して、うん、でその後何回か撮影重ねた後に、まあ、自分でも入らなきゃってことで自分で入って大会したっていう、のなんか古い学校の、うん、岡山の古いなんか学校の中の聞こえるかな、はい、教室でやった時に、うんうん、そうですね、あれ初めてでした、ね、実際に監督が参加してくださって、うんうん、子供とかもいる中で、さっきねちょっとその鹿児島の話を伺って、はい、でそれは何でかっていうと、なんかうん、うまくいかなかった時ありますかみたいな話をしたらすごい広いところでやった時に向こうの声があんまりみたいなところで、鹿児島だったんですよって言ってらしたんですけど、広すぎる時に向こうの人の生声がこう聞こえないぐらいの広くなっちゃう時にちょっとこう、まあ、普段よりやりづらさがあったかなっていう話をね、収録前にしてました、うん、でもやりにくくてもやっぱ感動されてるっていう、うん、まあ、うん、そうですねっていうか、うん、楽しい場ではね、うん、ありました。多分それ淡路島のやつじゃないですか。あ、淡路かな。淡路島はもっと広かったような気がする、うん、そうだ、一番広いのは淡路かも、うん、はい、いいですか質問、はい、サークルボイスはじゃあどういうものなんでしょうかね。サークルボイスって私も参加させていただいたんですけど、うんうんうん、私は代官山の、晴れたら空に豆まいてっていう地下にある、うんうん、会場、うん、ライブハウス、ライブハウスでビビアンさんに誘われて初めて参加したんですけど、うんうん、映画の予告編にみんなで手つないでやるっていうように、うん、チラシとかでも出ているんですけど、うんうん、そういうものかと思ったら、うん、もっとさらに、ま、コロナが始まった後だったので、うん、かもしれないんですけど、その割と広い会場なんだけどゆったり使わせてもらって、そこに参加者たちが、ま、思い思いに自分たちで声を出したりリズムを刻むっていうか、こう足踏みしたり手叩いたりっていう、みんなでもちろん青柳さんのなんだろう呼び声というか呼びかけというか声に誘われて、うんうん、でやんなくてもいいんだよって言われながら、うん、みんなで関わるっていう、うん、でそうすると何が起こるかっていうと、うん、なんかみんながそれぞれ音楽の一部になって、うん、演奏する人と聴衆との差がなくなってきて、うん、あれ聞きに来たはずなのに、うん、私の声をみんなが聞いてるみたいな、うん、で自分もその音楽の一部だし、うん、なんか音楽と自分の距離すらも混ざってくるっていう不思議な、うん、だから感動ではあるんだけど、うん、さらに不思議なクラクラっとする時間を
体験してなんか時間を超えたっていうか、あれそんな時間経ってないような、すごい経ったようなそんな感じがして、うん、ちょっとこう、うん、夢見心地に帰ったのを覚えてます、うんうん、で帰ってきて映画のチラシ見たら、これは夢ではないって書いてあったからすごくなんか夢じゃないのねみたいな、うんうん、なんかでさらに映画も見たから、うん、なんかあの割と白昼も見る癖があるんですけど私子供の時から、うん、なんかそれの一種みたいな、うん、白くはなかったけど、うんうん、なんか夢うつつな体験ができて、すごい不思議な、うん、なんかこう覚めても覚めてないような、うん、思い出すたび夢に浸るような、うん、そんな体験をしました、うんうん、だからうまく今日もね、さっき打ち合わせして、うん、私はそのサークルボイスの説明はうまくできないっていう白状を先に言ったんだけど、多分それを聞いて何のことか分かる人はそんないないんじゃないかと思うけど、うんうん、そういう体験をしてしまったので、うんうん、白状するしかないけど、うん、それじゃあ分かんないよなって、うん、もうちょっと客観的に、うん、なんかね、私もね参加したんですよ。ですごい参加して、もうほとんどの人っていうか、まあ、みんなやってよかったっていうか、目から鱗が落ちたっていうことを言ってくださって、あの面白い体験でした。でサークルボイスって、まあ、正確にはこう3つ の, その ワークショップっていうかね、はい、方があって、そのうちの1つがサークルボイスっていうことでしたよね、うん、はいはい、確かね、はい、そうなんですよ。でこの映画の中ではそのうちの1つのサークルボイスっていうところを取り上げてて、でその私たちが経験したのはこう3つの割とね、あのワークショップを経験したっていうことでいいんですよね。他の2つは、目閉じて、うん、海の底の音をこう出してみようと、うん、なんかその水がブクブクいったり、うん、なんかその潮の流れをやったり、うん、そういう、まあ、イマジンと呼んでますけど、うんうん、それはまあトシ君が、あの監督が名付けてくれた、うん、あのもので、うん、そうなんだ、その言葉とか、言葉っていうかその声とか体の出す音で、その音の風景を作るっていうね、うん、遊びですね、うん、でそれ一つありましたね、うん、そうそうそう、うん、であとは、これはもうレゾナンスって言って、もう本当に共鳴、うん、共振ですね、うん、でもう本当にみんなが思い思い の,、うん、あの好きな音程、好きな音の高さと、うん、まあ、音量ですね、うんうん、を出してもらって、でそこで何どんなハーモニーが生まれるかっていう遊びですね、うんうんうん、であの時も確かすごい綺麗ななんか和音がファーって出たよかなと思うんですけど、うんうん、はいはい、そのまあそれとあとはもう少し、なんていうかな、僕がいろいろこう提案していくというかね、まあ、リズムをね、ファシリテートしてってリズム作ったり、うん、あとまあ歌のメロディーをこう皆さんにこうその場で伝えたりしながらアンサンブルを作っていくというようなやり方とか、その3本の柱が、まあ、基本的にありますね、はい、なんか最近その一人でやるミュージシャンの方で、そのなんていうか、リズムボックスっていうか自分の声を瞬時に録音して、はいはい、それをこう繰り返しやってこう重層化していくライブをねやる人が結構増えましたけど、なんかそれをもう一回そのなんていうのかな、アナログで大勢でやってみるみたいな、そういう実験みたいなね、うんうんうん、そんな印象もありましたよね、うん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 、じゃあそのイマジンとレゾナンスとサークルボイスのこの3つがあるっていうことなんですね、はい、そうですね、まあ、それをまあ総称してもサークルボイスと言っちゃってます、うんうん、はい、なるほど。でこれはまあ実験のような遊びで、あの青柳さんすぐ遊びって言うんだけど、うんうん、まあ、プロジェクトというか、はいはい、でこれが、まあ、どういうことなのかなって思ったんだけど、うん、そのミュージシャンとしての青柳さんの活動に加えて、うんうん、なんかさっきおっしゃってたのがなんか、うん、足りないものがあるなっていうんで、まあ、開発されたというか思いついて始められて、うんうん、そうですね、はい、うん、やっぱりまあ仕事柄というか、まあ、自分旅行も好きっていうのもあるんですけど、うん、まあ、いろんな国回りながらそのやっぱり音のある場所に僕は吸い寄せられていくので、うんうん、そうすると必ず
例えばお祭りがあったりとか、うん、あとはその集落のなんていうのかな、うん、冠婚葬祭みたいなね、うん、そのパーティーがあったりとか、うん、そこでいろんなその、うん、いわゆるあの一人のアーティストが自分の世界観を人前で披露するっていうことではない音楽の形っていうのはやっぱり、うん、あのずっと目撃してきたんですね、うんうん、で僕の中でその音楽っていうのはその部分っていうのは結構、うん、その活動の中で欠けていたんです、うんうんうん、だからあのそういう意味で、うん、あの人前で演奏したり CD 作ったりっていうのだけではやっぱり僕はなんかその音楽家というか、うんうんまあ、音楽を扱うものとしてはなんかやっぱちょっと欠けてる、うんうんまあ、大きな何かが欠けてる、うん、そんな気がしていて、うん、でその中でその、まあ、今のこの現代の生活の中でどんなことがあのできるかな、うん、あの敷居をなんていうかな低くしてみんなが参加できてその場でなんかその遊べるそういう音楽の形なんだろうって考えた時にあ、うん、声は使えるってまず一つ思ったのと、うんうんうん、あとはあのスキャットって言ってあの意味のない言葉、うん、例えばラララとかルルルとか、うん、そういうものがあの世界中にその言い方は違うんですけど結構、うん、あのどこの部族にもあったりして、うん、例えばユダヤの人たちだったら、うんまあ、ユダヤって括りはまあちょっと曖昧ですけど、うんうん、ボーイ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 って言ってボーイボーイ言ったりとかしたりとか、意味はない。そうなんですよ。今、うん、そのメロディーをなぞるときボーイ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 って言ったりとか、うんうん、あとは例えばハワイの人たちだったら、うん、エアーエアーとかね、うん、エアーエアーって言ったりとか、うん、そういうものを、まあ、僕は音楽好きな中でそう発見していって。うんうんまあね、いろいろやってますね、うん、チャットベイカーとかもね。そうですね、スキャットをね、ジャズの方とかもやってますけど、うん、でそれってあの、うん、聞いたらすぐなんか真似できるじゃないですか、うんうんうん、だから特定なこう言語だったら、うん、なんて言ってるんだろう、ちゃんと言えなきゃあれかなって思ったりとかするけど、うんうん、スキャットの場合もなんとなくでこうできちゃうから、うん、なるほど、そういう意味でその、うん、あの参加しやすいってこと、うん、特に子供なんか本当になんか、うん、そういうの好きじゃないですか、うん、さっきのあのちょっと収録前にあの、うん、ウグイスがね、ほうほけきょうってそうそう、コロナでね車が少なくなったからなのか、うん、ものすごい自然がうるさくなって、うん、でもうとっても声がうるさいウグイスが鳴きまくるっていう現象が現れる、うんうんと、うん、周りで子供が真似するっていう朝なんかで、うん、はぁ、キキョって言うと、はキキョって下手な人間の子供の声が後を追っかけてコールアンドレスポンス、それがこう、うん、街に響き合うっていうのが変だったんですよっていうのをちょっと青柳さんに言いつけてたんですけどね。でもね、それ季節でね、それがあるのがいいですよね、なんか、うん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 、それが夏なのに、ね、ホーホーキキョって鳴くとぼけたウグイス、夏泣きしなきゃいけない季節で、うん、結局結局のはずなのに、うん、ミーミーミーホーホーキキョみたいな、うんちょっと季節外れな、その割に狂い泣き、高声っていうか大きいっていう、うん、不思議な、どんな性格のウグイスなんだ、ね、一目顔見てやろうと思って探したんですけど、うんうん、見つけられます。我の強い子なんですかね、うんうん、あっちこっち遠くの方で大きな声で泣いてたりするんですけどね、うん、どこ行ったんだろう、うん、すいません話が、はい、監督ごめんなさい、うんうん、何でしたっけごめんなさい、ね、あの子供をそのあそうそう真似して、ね、そのなんか地球部族みたいで面白いです ね、 そうですね、結局みんなどっかの部族なんだけど、うん、部族と部族はすぐに混じり合えるみたいなのを、もメッセージとして、うん、あの自分が参加して、うん、何部族かなとか思いながら確かにあえあえって言ってた、うんうん、記憶があります。そうですね、だからまあ本当にそういうツールをいくつか用意しといて、うん、あの入りやすく、うんまあ、みんなで楽器音楽そのものになれるような、うんまあ、仕掛けを、うん、準備しといてやってる感じですね、うんうん、なんかねその音楽だけじゃなくてアートとかももともとはそのまあ
何というかさ、目的とか、うん、何かそういったこう用途であったり、うん、役割があったんですよね、うん、だけどそういったものがこう失われてしまって近代になると、うん、だけどもなんとなく絵を描きたいとか何か彫刻を作りたいとか踊りたいとか、うん、なんかこう頭にかぶりたいみたいなそういう何かこう本能がなんとなく私たちの体に残っていて、でそれを再現したい、まあ、ファッションって言葉もそうですけども暫定的な話ですよ、うん、暫定的にただ名前を与えてるだけで、うん、ファッションというとかアートじゃなくてもいいわけですよね、うん、だけどそういうこう元々人間が持ってたそういう必要不可欠な生活とこう密着しているものっていうものがあって、うん、音楽もねおそらくそうなんですよね。そうだと思います、うん、だからサークルボイスのワークショップ、うん、一連のワークショップをやるとその一番最初にこう音が出てきて音楽っていうかその必要とされてやってた最初の体験、人間、人類が最初にやろうとしてた時の体験にこうちょっと触れるような感じがするんですよね、うん、すごいやっぱりなんか太古の体験を昔の人がやってたことをまたそこでやってるようなそんななんか感動がありましたね。今お話伺ってて思い出したのは、うん、青柳さんの行ってた学校が、うん、うちの子供たちが行ってた学校と一緒なんですけど、うん、その父兄のつまり子供の同級生のお父さんが若くしてお亡くなりになっちゃったんですよ、うん、それでそのお父さんもその学校出身で育った、うん、で送る時にお家で全部お式をして、うん、で最後に出棺だっていう時に集まったお友達だから全部その学校のお友達なんだけど、うん、歌を歌おうよって誰かが言って、うん、でずっと3曲ぐらいみんなで、うん、全然打ち合わせなしなんですよ、うん、誰かが歌い始めると全員が歌うわけ、うんで1個終わると次の曲のメロディーっていうか歌を誰かが歌うとまた全員で歌うわけで3つぐらい歌ってそれでパーって言ってクラクション鳴らしてお見送りしてで私が違う学校育ちだからすっごい驚いてでもすごくいい出棺ででどうしてって言ったらそういうものだからってそうやって私たち育ったからって言われて、うん、すっごい驚いたことがあるんですよ。まあそれ学校のねその教育もそうかもしれないけど、うん、でもやっぱり人間ってやっぱりそういう時にやっぱり歌は歌いますよ、うん、賛美歌であったり、うん、そういう冠婚葬祭とか、うんまあ、日常でも歌うだろうし、うん、労働する時にもね、うん、歌ったりとかそういうのってやっぱりこう自然発生的に出てくるもんだと思いますよ、うんね、歌いたいって気持ちが出て、うん、そこ止まりぐらいが多いような気もするんだけど、うんね、本当に歌になって、うん、またそれがもうすごい美しくて、うん、自分は歌えなかったんだけど、うんまあ、気持ちは一緒じゃないけれど、うんまあ、リズム取ってたのかもしれないし、うんうんうん、ただその時に体験した何かっていうのが、うんうん、ビビアンさんがおっしゃる、うん、なんかアートも同じなんだって、うん、何か欠けてたものを取り戻したような、うん、なんか不思議な自分もその一員みたいなただそこに立てただけだけど、うん、なんか一員になった気がしたんですよ、うんうんまあ、ちょっとね例えばキリスト教とかって一つのこうくくりになりますけどノートルダムでねそのこの間すごい大火事が大火災があって、はい、その時にやっぱりこうみんなそれを見ながらなんかもう自然と賛美歌が出てきたりとか街中でこう歌ったりしだす一般市民がね、なんかそういうやっぱり歌のもともとある、まあ、役割っていうかねそういうのあるんじゃないですかね言葉ではなくやっぱりそこでこう声に出すってことはそこにこう共鳴するっていうか、うん、そこにいる人たちとこう連帯というか それを生むみたいな、うんうんうん、言葉にしてしまうと安易になっちゃうけど、うん、なんかこう慰めるっていう言葉にやっぱりぴったり、うん、口には出しては言わなかったけど、うん、なんか自分が慰まった感じがして、うん、すごい悲しかったけど、うんうんうん、なんかみんなに慰められたようなただ参列しただけだけど、うん、多分、うん、出棺された人も、うん、
その家族も慰められたような気がしたんですよ ね、うん、ね、例えば、ね、式、ね、結婚式でもお葬式でもお葬式はこう亡くなった人のためにするっていうふうに、ね、名目になってるけども、うんうん、そうじゃなくてやっぱり生き残ってる人のためでもある、うんうん、そうですね、同時にでなんかねその例えば今、ね、リモートがすごく盛んになっていて何でもなこうリモートでこうなんていうかな 代理ができるみたいな、うん、例えば冠婚葬祭も最近もお葬式もあのコロナで動けないのでリモートする、それから大学の授業もリモート、それから、まあ、音楽もそうだし、まあ、全部そういうふうにリモートリモートになっていくわけで、飲み例えばズーム飲みなんかもそうですけども、でその、リモートっていうのが要するにそのウイルスにかからないように個人がその健康で保っているようにということが第一条件で、うん、あの価値が置いてリモートになっていくわけだけども、うん、で人間というのはそうい こう個人個人の生き方と、それからもう一つはもっとこう代々と習慣とかいろんなその感性とか哲学とかそういったものをこう受け継ぐという個体の生命を超えた何か存在のあり方があると思うんですよ、うんうん、まさにお葬式ってそういうもので、うん、だからそれが大事なんですよね、うん、今リモートでやっぱりお葬式のこととか、うんうん、そういったものがこう断絶してしまう、うん、それがすごく今考えなきゃいけないことのような気がしますね、うんうんうん、でもねリモートとかコロナとかだけじゃなくて、うん、お葬式しなくなってる、そもそもコロナの前から、うん、あの葬儀屋さんに頼まれたことがあって、うんうん、でその葬儀屋さんはあまりにも直葬が多い、業界用語では直葬っていうらしいんですけど、うん、お葬式なしでってことなってもそのいわゆる焼き場に直葬ってことですか、そう、うん、そう、あもう本当に直に送るでもあるし、うん、葬るでもある、うん、でその葬儀屋さんにしてみると、うん、まあ、葬儀の仕事がないっていうのもあるけど、うん、でもその省かれる自分たちとして、うん、そのまあ、存在が否定されるっていうのもあるけれど、うんうん、でも仏様も、うんうん、あるいは家族もそれだけじゃ何なんなんじゃないかって思って、うん、その人たちは、うん、その社長さん以下社員全員、うん、あの念仏じゃなくて、うん、南無法蓮華経なのか、うん、まあ、お経を勉強して直葬なんだけど、うん、ついてかせてもらって、うん、であの焼き場でそれを、うん、その、うん、念仏を唱える、唱えさ、うん、お経をあげさせてもらうっていう、ただで、だからボランティアなんだけど、うん、それをさせてもらうっていうふうに、まあ、お坊さんたちもやらざるを得ないっていうか、うん、やりたいとか、やあのそうそう、お坊さんじゃないんだけどね、ここにこういうのかけて、ただ誰もいないから、うん、それじゃあんまりですからっていうので、うん、そのお葬式する人はお葬式を、でお葬式しない人にはついて行かせてもらって、うん、お経をあげさせてもらうと、うん、でそれ、まあ、そうするとね結構ですって断る人あまりないらしいんですよ、うんうんうん、その方がいいっていうことで、うんうん、でやっぱりそれ、まあ、あれもサークルボイス的ななんかこうね、うんうんうん、音も発するし、みんなが聞いてる方も多分心が一つになるのか、うんうん、で、まあ、やってもらってよかったっていうのもあるし、うんうん、その社員たちも気が済む、なんか、うんうん、あのそれはその仕事のことだけじゃなくて、うん、なんか習慣とかねっていうものはそういうもんなんじゃないかみたいなことを社長さんが言ってた、うん、なかなかね何でもかんでもこうビジネスになっちゃって、うん、葬式ビジネスとかもね、うん、あまりにもこう型にはまってなっちゃうと、うん、やっぱりちょっとこうズレが出てきちゃうのかなって感じがするけども、うん、本来、うん、そういうふうなものがこう生まれてくるでしょうね、やっぱりね、うん、その時ですら3分の1は直葬なんですって言ってました。だから3人に1人はお葬式しないって、でもちろん家族葬もそのする方にもあるわけだから、大きなお葬式でなくてもどんどん小さくなったり省いてしまったりすることは多いんだろうなと、うんうん、でコロナがますます拍車をかけているんじゃないかなと、うん、なるほど、例えばね、死生観で、まあ、ちょっと話脱線してきますけど大丈夫なんですか、うん、尊厳死みたいな話ですよね、うんうんうん、例えば個人 の、 その肉体 の、 その生命をね、うん、維持する
ことが第一優先になっちゃってる、医療がね、西洋医学が、うん、だそうじゃなくってもっとこうあのその人の生き方とか、うん、そういったものを考えた場合、うん、それの、まあ、価値観の違いが出てきますよね、うん、でだからあまりにもこうあの肉体の、まあまあ、健康というかこう長く生きることが良しとされるとあのだんだんその尊厳が減ってくる。お葬式で初めてそうなったわけじゃなく、うん、その前段階から死に対しての考え方が変わってきてんだと思うんですよ、うん、生きてる時から、うん、周りの人たちがね、うん、だから、亡くなった時には、うん、そういう弔うっていうことではないんですよね、うん、もうすでに前に亡くなってるんですよねその人きっと、うんうん、家族にとっては、うん、っていうことだと思います、うん、なるほど、なるほど ね、うん、それはいいことなのか悪いことなのかっていうか、うん、亡くなってるけど生きてるからいいことなような気もするけれど、でもそうでもないっていうことなんですよね、監督いかがでしょうっていきなり来るすごい、 いいですか一言、ここに行きましたけど話が、はい、いいですか、あどうぞ、うん、ああのちょっと話戻るんですけど、僕あの結婚式に、うん、あの青柳さん来てもらって、うん、あのちょっと演奏してもらったんですよ、贅沢なことに、うん、であのその時にあの僕は妻に提案したのが、うん、あのまあ、僕の一族と妻の一族がこう一緒にいるじゃないですか、そのメンバーでサークルボイスをさせてくれって言ったんです、うんうん、そしたらまああのまあ、全く違う価値観とか、うん、環境で育った、ね、しかも僕、広島で奥さん千葉県だったのでもう全然文化も違うし、で年代も違うし、おじいちゃんからちっちゃい子までいて、これはすごくあの、うん、いい形というかサークルボイスとしてあのぜひやってみたいって言ったら、まあ、奥さんに断られたで、できなかったんですけど、できなかったんですけど、これは絶対僕はなんかあのすごくいいんじゃないかなと思っていて、同時にあの葬式もいいなって思ってたんですよ。で僕はあの奥さんに僕が死んだらあの葬式でサークルボイスをしてくれってお願いしていて、遺言結果されないといいですね。なんで結婚式やるべきだったのね、いろいろありますよね、いろいろね、そんなのここで言ってて怒られちゃう、マキさんおっしゃったように僕もあのちっちゃい時からあの葬式とかお経をみんなでこう、うん、一緒に読むっていうのはなんかみんなでなんか、うん、歌ったことない人と一緒に歌ってるような感覚があって、うんうん、僕結構好きだったんですね、うん、なんか何喋ってるかよくわかんないですけど、うん、でもなんかこうあのなんか、うん、ただみんなでこう声を合わせてる時間がなんかすごく一体感があるというか面白くて、でなんかサークルボイスを知った時にあ葬式でやったらすごくいいじゃんってすごく思ったんですよ、だから僕自分の葬式でちょっと青柳さんにやってもらおうかな、随分先の話ですね。みんな頑張って、一番若いんじゃないのもしかして。一番若いいるかなみたいな感じ、俺の葬式でトシ君にやってもらうっていう方が現実的かもしれない。順番としてはそうよ、はい、私の時にじゃあぜひ、はい、はい、というか、いやでもなんかサークルボスはそういうなんか僕らがなんか日常的にやってるそういう習慣、うん、結婚式とか、まあ、葬式とかも習慣なんだけどよく分からずになんかやってるようなことに何かこう取り戻すなんかきっかけになるツールだと思うんですよ、うん、やることは多分一緒、やってることは多分一緒だと思うんですけど、すごくこう親しみやすい形で、うん、あの楽しめると思うので、ぜひそっちの方向にも冠婚葬祭、冠婚葬祭ビジネス、すごいマネージャーで、すごいマネージャーで、スケジューリングしてやばいね。でもそのニーズというか、うん、それを欲する何かは本当に分かります、うん、監督、うん、私も分かります、ね、ちょっといいですか、うん、はい、例えばね、あの東北とかね、それから東北地方とか、うん、まあ、新潟とか北陸の方だと御瀬さんって言ってね、うん、その女性3人で
まあ、そのここなんてブラインドっていうかね、うん、目の見えない女性たちが3人で連れ添って三味線を弾いたり歌を歌ったりする、うん、で旅を歩き回るっていうねそういう、うん、あの人たちがいるんですけども、うん、なんかそういったこうで何かこう一曲ねこういったお盆の時にこう玄関先に来て一曲なんか歌ってくださいとか、うん、歌いましょうかみたいなね、うん、そういうものがあったりするけどもなんかそういう、うん、日常とね、うん、あなんかこうペアになってるというかそうですね近いところがあると思ったのは面白いですよね、うんうん、やっぱりどうしてもサークルボイスこう始める前にサークルボイスってどうなの、うん、って話になった時に、うん、そのやっぱり日常的に声を出すというか、うん、歌うとかそういう人と一緒に知らない人と一緒に声を出すとかって、うん、ほとんどないですよね、うん、その本当に知ってる人同士、うん、もしくは一緒にカラオケ行って歌うとか、うん、だからそういう意味では最初構えてしまう、うん、あのことも多いと思うんですけど、うんまあ、いざやってみると実はすごい敷居が低くて、うん、何でもいい、うん、何でもいいというところか、ね、なんかねこの間その新宿にあの1軒だけ残ってる歌声喫茶ってあるんですよ、はあはあ、歌声喫茶ともしびで今行くともうほとんどね年配の人しかいなくて、うん、だけどもこんなコロナのコロナ禍においてものすごいいっぱい集まってるんですよ、うん、ほぼ満席で、で4時に終わり夕方いいですねでもみんな来ざるを得なくて、うん、いっぱい毎日集まって、うん、で昔の歌を歌うんですよ、うん、それ質問なんですけど、はい、こうなんか配られるものそう配られてそう、うん、そういったあの歌本配られて、うんまあ、ピアノがあったりして、うん、みんなで同じ曲を歌うんですよ、うん、だからカラオケができる前からあって、うんまあ、50年代からあるんですけれども、うんまあ、カラオケっていうのは人が歌ってる時にあまり聞いてなかったり、うん、歌ってる間にもう次の曲調べてたりするもんじゃないですか、うん、でそうじゃなくてその歌声喫茶っていうのはみんなで歌うっていうのがあって、うん、割とそのジャズ喫茶と同じ時に生まれて、うん、一番こうなんていうのかしら、盛り上がった時も同じ で、うん、で同じようなこうあれなんですよね盛り上がり方が、うんうん、でなんかちょっと思ったのが昔のその世代っていうのが、うん、そのワンダーボーゲルって言って、うん、登山のことねワンダーボーゲルって言ってのが流行ってた時代があったんですよね、うんうんうん、でその登山の途中、はい、休憩の時に輪になって歌うとか、うん、夜、うん、山登る人歌うんだ、うん、そうですね夜ね、うん、その焚き火をしながら歌うとか、うん、頂上で歌うとか、うん、山越えで歌うとか、うん、そういうのにちょっと似てる感じがしたんですよ、うんだからねただ歌うんじゃなくて連帯をそこで生むみたいな、なんかちょっとサークルボイスに近いというか同じかも ね、 そうですねほぼ、うん、そういえば本当にあのね小津さんの映画の中でよくこうね、うん、茶の間で囲んで歌ったりとか、うん、学生同士歌ったりするシーン結構ありますよね、うん、ありますあります、うん、まさにその時代のだったんですね、うんうん昔は鳥がよく鳴いたなみたいな感じで昔は人が集まれば歌が出てそのお葬式の時に本当に自然と歌が出るのよって同じ曲を歌いたくなるのよってでみんな忘れないのよって歌詞とその気持ちと曲が歌がこうつながってるんだって言ってた。いいなと思ってそういう、 そうですね、うん、まあ自然なことなんでしょうねきっとねそうですね、うん、そうしていた歴史の方が長いというか、うんとねうん、映画のトレーラーを見ましょうか、はいはい、見ましょうかでどんな映画かっていうのをちょっと、はい、忘れてたのもしかしていやそうねモニターっていうかはい What do you see? Where are we going?
Just as my life is coming to an end, I realized what my dream is. It is to bring into this world a new kind of music that sweeps away the very idea of race and culture. Sure can play your part in this. はい。監督。はい。ずいぶん音楽に、まあ、前回もねそのレイコードの店主の方の映画、はい、で今回は青柳さんってあの尾道と音楽にこだわられてるように感じられるんですけど、はい、そのきっかけというか何か理由があるんでしょうか。あ、そうですね、まあ、僕もあの20代の時になんかバンド活動をしていて、うん、まあ、すごく音楽が好きだったっていうのが あるんですけど、はい、そこから一旦音楽をやめるんですね。それ、その理由がその時はよく分かってなかったんですけど、まあ、なんか青柳さんと出会ってそのサークルボイスを知っていく中でなんかやっぱりどこかこうなんていうか音楽、西洋音楽、いわゆる西洋音楽に対するこう、うん、なんていうんですかね、壁を自分の中でなんか知らず知らずのうちになんか持ってたんじゃないかなっていうのに気づいて、なんかそういうなんか音楽をもっと自分は関わりたいとか自分が音楽やりたいんだけどなんかうまくできないっていう、うん、なんかそういうのが多分ずっとあったんじゃないかなと思って。あのそんなに意識せずにあの今回の映画も前作も流れに沿ってやってたらできた映画なので、まあ、音楽の映画を作ろうってずっと思ってたわけじゃないんですけど、うん、まあ、気がついたらそういうふうにあの音楽を追いかけてたっていうのは、うん、なんかそのサークルボイスを知った時になんかこう、まあ、ちょっと腑に落ちたというか、うん、やっぱりこう自分はどっかでこうなんか音楽をしたいというか、まあ、音楽というか音楽の本来のなんか役割みたいなのをなんか多分求めてたんだろうなっていうのを思いました、うんうん、そんな本質的な、はい、ところにお若いのに行ってしまわれて、うん、次はどうされるのでしょうっていうのが気になったりするんですけど。そうですね、もう葬式でサークルボイスをしてい早い早 い, いや実はね新作もね今準備しているんですよね、はいはい、あ、そうですね、新作がまた全然テーマが違うくて、うんうん、それこそもう音楽から全然離れるんですけど、ね、まあでも死生観とかにもねもしかしたら近くそうですねテーマかも。あの新作は僕の監督作じゃなくて別の監督がいて僕はプロデュース兼編集みたいな形で関わってて、うん、あのインドの仏教のドキュメンタリーなんですよ、うん、それまたリーズというか本質的というか、うん、はい、はい、どんな、うん、なんかインドに仏教があるのご存知ですかね、うん、ええ、もちろん、はい、発祥だけど、まあ、もちろん仏教発祥ではあるんですけど、うん、長い間ずっと途絶えていて、はい、まあ、ヒンドゥー教と、まあ、イスラム教がメインの国だったんですけど、うん、はい、あのここ100年以内かな、あの100年ぐらいかな、仏教が復興し始めて、うん、そのいわゆるヒンドゥー教のカースト制度の
もう本当カーストにも入れないような奴隷の人たち、うん、何億人いている奴隷の人たちがそのカースト制から逃れるために仏教に改宗していくっていう動きがあって、うん、今1億人ぐらいいるって言われてるんですけど、うん、その改宗をしている最高指導者が日本人の笹井秀麗さんという82歳の方がいて、うんうん、その人の、まあ、あのドキュメンタリー映画を作ってます。それまた面白そうな、ね、そうなんです。楽しみ、まあですか。あの次回作はいつ頃公開とか、生タイトルはとかは、タイトルがまだちょっと決まってないんですけど、うん、10月末にはウェブで公開しようという、早いです、早い流れになってて、え、2ヶ月後もうほとんど、うん、あの編集は終わっていて、うん、今ちょっとタイトルを考え中っていう、うんうん、面白い作り方ですね、うん、そうですか、うん、まあ、なんか例えばね、サークルボイスが先ほどね、音楽の原初の体験みたいな風に言ってて、例えばあの仏教もインドから生まれましたけども、ほとんどインドには残ってなくて、もうずっとあの中国に行ったりとかですね、で逆に中国もまた今度宗教を否定したあの政治になっていって、そのまあチベットの方に古い、だからその古代の仏教が残ってるっていうことですよね。だからなんかそういったこう、場所によってっていうか、その古いものが残ってるっていうところがあるんですよね、うん、例えばその中世の頃にはキリスト教の中にはいろんな、天文学とか数学とかそういったものが否定されて残ってなかったわけです。でそこにはその当時中世の頃はイスラム圏にそういったものが温存されてて、でルネサンスになると今度逆に今度もう一回西洋の方にそれが移っていくみたいなね、うん、だからそういったその現象のものっていうのは割と移ったりもするし、うん、それがまたインドに戻った時に、ね、どういうふうにこう昔の、まあ、記憶というか、うん、なんかこう共鳴するかっていうのも興味ありますよね、とっても、うんうんうん、どうなっていくんだろう、うんうんうん、なんかこう国境を越えたり時間を越えたり、うん、音楽がしていくっていう、うん、それのこう導き手になってるのが、うん、なんかきっかけ的にはサークルボイスのような気がして、うん、すごい面白いです、うん、なんか文化とかアートっていうところへ溶けていくような感じがするから、うんうんうん、ね、なんかね、あとこう、はい、まあ、いろいろね、こうトークショーにもね、トークも出たりして喋ってるけども、すごく水のね、あの映し方がすごく綺麗だなって私は思っていて、あ、で例えば雨もそうだし、確かに、それから海も大きな大海の描き方、うん、それから、うん、あの沖縄の干潟の描き方であったり、うん、あとは一人で、浜辺をね、砂場を撮ってたりもするんですけども、うん、で青柳さんがすごくやっぱりその旅をする音楽家っていうイメージがとてもあって、まあ、生まれたご実家の病院であったり実家の風景が出てくるんだけども、あの辺というのは実は桃園川っていう川があって、うん、川の暗渠になってるんですよ。でその川、まあ、もともと見えない、もう今は見えなくて、まあ、地下にある川なんだけども、うん、そこから出てきて生まれて、でずっと旅をしていろんな、まあ、世界各国の、ね、川とか海とかそういったところにも、まあ、つながっていくっていうか、水は、ね、うん、全部循環しているので、なんかそういうことにもなんか見えてきますよね。なんか、なるほど、うん、雨も、うん、ね、映ってたりとか、うんうん、歌舞伎町の雨であったり、うんうん、ドレスデンじゃなくてどこでしたっけ、ミュンヘンのね、うん、そういった雨とかそういったものも、ね、つながってるのかなっていうかね、うんうん、田中監督も旅人なんですか。はい、田中監督も旅人なんですか。旅人、うん、あ、旅人ですか。旅をする人なんですか。そうですね、割といろんなところに転々として、子供ができてからは最近はあまり旅はしてないですけど、うん、ずっとロンドンにお住まいだった。そうだったんですか。はい、なんか旅をすごく感じます。だから、うん、あの響き合う世界っていう映画にも、うんうん、確かに水のシーンが多いのも、うんうん、まあ、レゾナンスって書いてあって、こう波紋が広がるように、うん、波紋が
形として見えるのが水だからかななんて勝手に思ってましたけど、そうですね、波形が見える、うん、波だし、うん、なんか、まあ、青柳さんも田中さんもなんか今後はどのようにされていくんでしょう、うん、あのご覧になっている方たちは、そういうのやっぱり体験してみたいとか、うん、あのまあ、映画ももちろん見たい見る、うん、でさらに自分もやってみたいと思うかもしれない、そういう時はどうしたらいいんでしょう、うん、やっぱりね今この状況コロナの状況なので、うん、全くあのいわゆるサークルボイスの予定っていうのはないんですけど、うん、やれるなっていう時になったら、うん、あの僕のあの Facebook、うん、タクジ青柳っていうので、うん、あの出していく行きます情報、はい、で、あとはまあ興味ある方いたらうちの、まあ、町でもやってくれないかとかそういうのも、うん、あのもちろんあの受け付けたり出張行きます、ね、はい、でどんなところでこれまでされてきたんですか、なんか面白かった印象的な、面白かったのはそうですね、まあ、あの監督トシ君が主催してくれた、うん、まあ、お寺の中でやったりとか、まあ、あとはそれは尾道のお寺、そうですかね。とかね、あとは、そうですね、奈良のその障害者の方々がその芸術をやってる、あの場所があって、でそこのまあ入所の方々とあのやったり、その中のまあ何人かの声を出すのも結構難しいみたいな、重度 の、 あの障害ある方もいたんですけど、またでそういう方が出す声がまたすごくこう美しいんですよ、なんかこうなんていうのかな、音が歪むというかね、そのいい感じで歪んだりとかして、まあそれも面白い体験でしたし、まあ本当いろんなところであの呼ばれるがままにやってきてますね、はい。子供なんかはどうですか、子供たちだけでやることもあるんですか、はい、子供たちだけ、まあ、特にあの、まあ、普通の子供、元気の子供は最初からもうすごい声が出るんですけど、やっぱりあの特別支援学級とかでやるともうやっぱり開き方がもう半端じゃないというか、もう動きも出るし、もう声も爆発するしみたいな、もうこっちがなんかもうよし頑張るぞって感じでこうなんていうかな、こう煽られるようなね、そんなサークルボイスもありますし、なんか鹿児島のねその勝負学園っていうね、あ、はいはい、そう障害者 の、はい、あの施設があって、そこはもうビッグバンドやってるんですよね、そうそうそう、園長さん、まあ、新しくっていうかあの継いだ園長さんもバンドが好き で、はい、でもみんなビッグバンドでこうパーカッションとかいっぱいやってるんだけど、うん、その中でこうダンス専門のことがね、踊るだけなんです、バンドの中でとか、ね、そういう人とか、まあな、まあ、そういった決まり事ないってことですよね、そうですね、はい、うんうん、逆に迫力がブリッドアートでしたっけ、はい、ブリッドアートって言ったり、はい、あのはい、アウトサイダーアートって言ったり、うん、そういうの音楽版なわけですね、そうですね、うんうん、すごそうですね、うん、何かがむき出しな感じで来るから、ね、圧倒的に、うん、なんかそういう人たちのこう演奏とかこう表現見てると、うん、なんかすごい揺さぶられるんですよね、なんか本当にむき出しの生のものって、ね、根源っていうかね、そう作ってなくても開いちゃってるから、なんかこっちもすごい影響を受けるというかね、刺激になったりしますね、なんかさっきビビアンさんが言ってたその太古の原始の記憶を呼び覚ますっていうのに近いものを時々こうかん、ね、そういう、そうですね、そのやっぱりあのね、楽器がなかった時代というかね、楽器が生まれる以前のやっぱ音楽っていうのとまあつながってる部分、サークルボイスがあるのかなと思います、本当に声だけでやるっていうかね、もうそろそろねお時間なのでね、せっかくのギターなんでもう一曲聴きたいなっていう、監督いいですか、なんか一言言いたいことあります、そうですね、あのもう映画ご覧になった方にはもうぜひあのサークルボイスを体感していただきたいんですけど、本当ねこのコロナ
においてはすごく難しいので、うん、何か新しいこう、うん、形をがまた生まれてくるかもしれないし、うん、まあ早くこのコロナが収まってくれればなと願うばかりです。うんうん、じゃあ私たちは脇で聞いて共鳴させていただきますじゃないですけど、はい、今日響き合えるかな。はい。Thank you.